様ごきげんよう、ここ大野でございます。今回はですね、前回こちらマツダのね軽トラご紹介いたしました。でね、割となんか皆さんね、こういうの好きな人が大野のチャンネルで見ていただいてると勝手な想像で、はい、今回はですね、だいぶ前に、ガチャでね、これ5種類ね、コンプリートのセットがですね、ネットで売ってたので、もう2年前ぐらいだったと思うんです。あ、コロナの前だから3年前ぐらいかな。うん。その時買ったやつですね。それを皆様にご紹介したいと思います。で、これね、2セット買って、今回はね、こうやって袋に入ったやつを、ちょっともうディスプレイしてるんで、飾ってるんで、こっちをね持って帰ってきました。お店の方から自宅に持って帰って今これ動画撮ってます。はい。でね、こういう感じですね。ね、これね、ただね、不思議なのはね、これとこれはボディの色に合わせたホロがついてるんですね。可愛いですよね、ホロが。で、このピンクのやつとオレンジのやつにはね、サーフィンボード稲村ジェーン、わかりますかね、稲村ジェーンって言って ね、サザンオールスターズのあの人が四六時中も好きと言ってっていうやつをね、その当時ねすごい人気があった加瀬大衆さんが、主演の映画、稲村ジェーンとかでね、このミゼットがね出てきたんですよ。でサーフボードを積んでね、でそれのタイプなんですよね。でね、面白いとか、ホロ付きでしょ、サーフィンボード付き、え、何にも付いてないので、こっち側がホロ付きね。でこれね、よく見るとなんでこれだけね、他のは付属品が付いてるの、これだけ付いてない、かわいそうじゃんと思ったらね、ここにね担保印刷って言って、印刷がされてるから、他のはねここにコストはかけてるけど、他のあのね色はツートンとかにしてるんですけど、これだけね何にもついてないっていうのは、ここの担保印刷でお金がかかってるんだと思います、きっとね。ということで、こんな感じですね。もうすべて、ね、材質は ABS、まあ、プラスチックですね、単純に言えばね。はい。で、まあ、オーソドックスなこいつを開けてみましょう。開けてみましょうって、袋から出してみましょう。はい。で、こんな感じですわね。ああ、よくできてますね。うん。すごいすごい。あ、これ、可動式なんだ。青島さんのね、このね、ガチャのシリーズはね、すごい再現性がいいんですよね。うわー、見てこれ。わかりますかね？これ、あれ？曲がってる？いや、わざとこういう向き？え、そうなの？なんか不思議だもん。え？わざとこういう向きじゃないよね、普通ね。これ、付け間違いだよね、どう見てもね。普通、左右に向いてないとおかしいよね。こっち側を1個出してみようかな。普通、わあ、ね、いきなりレア物が出てしまった状態。普通ね、バックミラーだから両脇に来てないといけないのに、これ、ワイパーみたいになっちゃってますね。なんじゃよ、それは、みたいなね。これ、ゴムは、ゴムじゃないみたい。あ、ちょっとゴムなのかな。ちょっとこいついきなり、こっちの方が見やすいね、見やすい方でいきましょうか。あ、これね、ホイールがほら、このね、オレンジ黄色っていうかね、これね、いいですよね。昔の軽の車とかね、こういうホイールが多いんですよ。で、ちょっとそんなこんなは置いといて、どうしようかな、これをずっといこうか。うん、行きましょう。で、これちょっとね、ちょっと向こう側に行ってもらって、
で2倍にズームドン、はい、来ました。すごいですね。ね、こんな感じ、これピント合ってるかな、ピント合うかな。これね、すごい綺麗に作ってますね。でね、ここちゃんとほら、目ん玉ヘッドライトは透明パーツです。はい、いいですね。これはね、サーフボードがつけられるようにここに穴が開いてますね。で横行ってみましょうか。横、うん、いい感じですよ。このね、鉄沈ホイールっていうか、さっき言ったね、黄色オレンジみたいなのに塗った感じ。うわー、でこれやっぱね、ここのヒンジの表現とかがね、すごいプラスチックだから綺麗に細かく作られてますね。ここのね、ドアノブのところとかも綺麗に再現してますね。あ、ここガラス貼られてる、ちゃんとね、後ろのところ見るところ、あ、いい感じですね。で後ろ、真後ろ、ここね、印刷はされてますね。赤のストップランプ、ね、この時代ってストップランプしかなかったのかな、それとも省略してるのかな、ちょっとわかんないんですけど、ね、こんな感じです。でこっち側の横、まあ基本的にこっちとこっちは変わりないのかなですね。でね、本当はここがシルバーのこう細いバンパーじゃないのかな。これは実車じゃないから、これはもう製品だからあれだけど、ここがね、確かね、細いこれバンパーだと思うんですよね。けどよくできてますよね。これやっぱプラだからできるのかな、な感じですね。上から見るとこんな感じ、ね、で裏が何も青島とか何にも書かれてないですね。あ、これゴムか、一応なんか素材が違いますね。こっちはプラで、これちょっと固めのゴム、これ外れる？あ、外れますね。やっぱりね、ゴムだ。ゴムゴム。よいしょ。うわ、なんかね、これ1個いくらだったっけ？400円？400円かな？違うかな？400円かな？外れる。え、あ、こっち側に？こっち側に？書かれてないの？300円だ。1個300円。まあけど、コンプリートのこれセットで買ったからちょっと高かったような気がするけど、それでもね、300円でこの作りは、プラスチック素材といえどもね、よく作ってますよね。で、ちなみにね、これはね、前回登場してもらった、トミカちゃん。トミカちゃんと比べてみましょうか。こんな感じですよ。あ、これはね、トミカのこのキャブがね、すごい出来がいいんで、こうやって並べると色はね、ちゃんと着色されてるんですけど、質感がね、やっぱ全然違いますね。プラスチックの安っぽさが出ます。ただね、これ自体が軽自動車っていうかね、軽トラでもすごい古いものだから、まあ逆にその安っぽさがね、味になってる感じはしますね。タイヤの大きさはほぼ一緒なんですけど、こっち側のが縮小率が低いですね。こっちは何分の1だったかな、書かれてないな。まあ64分の1でしょうね。あ、で64分の1スケールなんですけど、
こっちはね60分の1とかそれぐらいでしょうね。こんなにね、逆にこれよりもこっちの方がちっちゃいはずなんですよ、うん、車体としては。三輪車、軽トラ三輪というかね。だからねこれはちょっとトミカの方よりも大きいですね。ちょっとね、実際の車体はこっちのが大きくてこっちのがちっちゃいっていうのが正解なんですけど、タイヤの大きさも、ああやっぱちょっとタイヤも大きさも大きいですね。だからこっちは60分の1とかね、57分とか分の1とかそういうのでしょうね、うん、まあけどよくできてますよ、すごいな。ここにねやっぱあのプラモデルメーカーだから大島さんね、ここをやっぱライトこだわってるんでしょうね。けどねこっち側のね、こっちもねちゃんと透明パーツだし、ここもね透明パーツの赤のパーツを使われてるんですよ。だからねこっちの作りはもう抜群にいいですね。ただこうね、あのこれもね300円ですよね、定価300円でこのガチャ、これはいいですね。こういうのをねあのしょっちゅう作ってほしいですよ ね。ガチャは今売れ筋っていうか、なんかすごい売り上げがすごいらしいんですよ。それでねガチャ業界はなんかもうなんかなんつうの、いろいろそんなの誰が買うんだよみたいないっぱいこう作ってますけどね、もっとこう実用的なっていうかこう大人のおもちゃというか、いやそういう意味の大人のおもちゃじゃなくて、そういう意味の大人のおもちゃの大人のおもちゃをねもっとこう作っていただきたいなと思う次第でございますが、はい。でこうやってみて、あこの稲村ジェーンじゃないけど、これはこのね青島オートっていうのが、ドン青島オートっていうのがこう見せびらかしたかったんでしょうね。あいい感じですよ青島オートちゃん。これがねウインカーみたいに両方一緒のものつけちゃってこうどうしますか。これちゃんとミゼットって入ってますね、しっかりね。ミゼット分かりますかね、ここね。ミゼット青島オートですね。はい、青島オートちゃんでございますよ。まあさっきのオレンジの同色系よりはこういう青の方がね、ここのストップランプは分かりやすい。ただねここ青島さんこれ結構こだわってるのにここだけスライチなんですよね。ここねどうせならこうちょっとデコボコつけてくれたらねよかったような気がしますけど、これはね色的には大野的にはね、なんかこれ好きですよね。なんかほんとレトロっぽい。これとかね、あとは、これが一番レトロっぽいかな。あとはね、大野はピンクが好きなんで、このピンクのね、ピンクの稲村ジェーン。よいしょ。でね、穴があって、これがね、入るようになってる。あら？ここにね、サーフィンボード、ここにねポッチがついてるんですよ。これなんで色がまあいろいろついてますわね。でここにね穴があるでしょ。ここの穴にこいつを入れてこういう形で飾るんです。はい、わかりますかね。こういう形でディスプレイされるという感じですね。はい、ということで今回はミゼットちゃんでしたよ。ミゼットここ出しちゃえ。はい、ミゼットか、ミゼット、ミゼット、あ、これ反対向きでもいいか。で、トミカ
ちゃんも一緒に入ってもらいましょう。よいしょ。ゲスト出演です、これね。はい、ということで、これ5種ね、入ってますよっていう紙が一緒に入ってましたよ。という感じで、今回は、ミゼットのご紹介でございました。いかがだったでしょうか。はい、まあね、励みになりますので、チャンネル登録とか、いいねね、ぜひよろしくお願いいたします。それでは皆様ごきげんよう。孤高のチャンネル。